アッペコの噴気口ぐアッペコは、エチオピアとジブチの国境上に位置する湖。エンコである。エチオピア高原から北東に向けて流れるアワッシュ川は、ジブチエチオピア国境近くの砂漠地帯で急激に水量を減らし、北からガーゴリ、レイティライ、群馬レ、バリオ、アファンボウの5つの湖を相次いで形成し、最後にアッペコへと流れ込む。この6つの湖は近接している。 アッペコは、アファール三重点と呼ばれる、アフリカの大地公体、ヨルダン渓谷、航海と連なる中東の地公体、インド洋中央海嶺につながるカールスバーグ海嶺の3つが、接し、お互いに離れるようにして広がっている地点に位置する。湖の北西岸には、標高線六6 9メートルの火山であるマウントダマ、アリサンがそびえ、湖周辺には、潮の層が広がっている。 特に南と南西岸に潮は多く堆積し、幅は1 0トルにも及ぶ。アワッシュ川のほか、西と南からオルルディアとアブナメレックスの二つの和地がアッペコへと流れ込む。湖水面の面積は3万4千ヘクタールであるが、近年アワッシュ川からの灌溉用水の取水によって、湖面は約5メートル低下した。湖岸近くにはアファール人が集落を作っている。 湖岸のあちこちからは温泉の蒸気が吹き上がり、それによって形成された噴気口の石灰下の祈願群が湖畔に立ち並び独特の風景となっている。湖にはフラミンゴが多く生息している。アッペコはその得意な光景から映画猿の惑星のロケ地ともなった。ありがとうございます。